ミランのスウェーデン代表 FW、ズラタン・イブ・ヒモビッチは、負傷のため今夏のユーロ2020を欠場する、とが確定した。スウェーデンサッカー協会が15に発表を行っている。今シーズンの AC ミランはダゾーン。いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し、施中。今季ミランで39歳という年齢を感じさせ、活躍ぶりを見せていたイブラヒモビッチ。3月に、スウェーデン代表にも、約5年ぶりの復帰、果たした。新型コロナウイルスの影響により1、延期されて、今年夏に開催されるユーロに出場する、とも期待されていた。だが、今月9日に行われた、リエー第35節のユベントス戦で、負傷交代し、12日に割れた第36節トリノ戦は欠場。15日朝にはミラン、診断結果を発表した。左膝を捻挫し、保存療法、より約6週間の治療期間が見込まれるとのこだ。6週間の離脱であれば、6月11日から7月11日まで、開け、されるユーロで、スウェーデン代表が勝ち進めば第中に復帰できる望みもあったかもしれないが、同国サッカー協会は、イブラヒモビッチか、ヤンネ・アンデション代表監督に、ユーロ出場辞退、連絡があったことを発表した。イブラヒモビッチは先月ミランとの契約を1年間延長し、40歳を得る来季もプレーを続行することが決まっている。今季は公式戦27試合に出場して17得点と、いい成績で終え、来季開幕に向けて、復帰を目指す、とになる。両。